はい、皆さんこんにちは。今回もバイオハザード RE3 頑張っていきます。もう第4回目か第5回目かな、今日発売したばっかりなんだけどね。いや、やっぱ面白いからね、定期的にやっちゃうね。うん、あ、そっか、1回そうだそうだ、駅に帰ってきたんだ。あ、そうだな、地下みたいなとこに、そうだ、降りてきたんだった。なんだありゃ、何かがある。なんかバイオ3でこんなとこあったっけ。今の鳴き声は、あ、もしかしてカエルくん。ありえるな。なんか怪しい。ねえよ。ふともしない。何か動力が必要ね。また下水か。もう最悪。この服燃やすしかない。RE2 と同じ下水だ。どっちだ、まっすぐ行くか。出た、怖い。登ってみよう。必勝の、おお、登ったらいなくなった。さすがに手榴弾使ってみるか。でもこいつショットガン使った、大したことなかった気がするけど。が弱点か。何なのこの生き物。めちゃくちゃ弾使ったけど、まあまあいいや、ハンドガンだから。いや、まあ RE3 は分かんないけど、 RE2 の手榴弾は相当強かったからな。うまたや、ハンドガンの弾まだいっぱいある。よし、まあ、めちゃくちゃ減ったけど、まあしょうがねえ。ハンドガンの弾はまだまだ。あれ戻ってきた。あ、なんか絶対預けとった方がいい気がする。グレネードランチャー早くも。基本的には炸裂弾がいい気がする。爆破だから。どうしよう、グレネードランチャーはさすがに預けよう。それだったらショットガン持っていった方がいいわ。
のね、バイオハザードあるあるね。ショットガンをね、できるだけ使わないように、使われないようにしてたら、結局ほとんど使わずに残っちゃったっていうね。あのファイナルファンタジーのエリクサーとか。ドラクエのあの世界樹の雫状態、もったいないから使わねえぜと思ってたら全然使わなかったっていう。ドラクエファイナルファンタジーある。エリクサーもったいないから使わないと思うの。本当にクリアするまで一回も使わなかったとかしょっちゅうあったな。なんか嫌な声が。水が汚い。まあ当たり前だけど。たか。ショットガンだ。ショットガン4発死なんのか。マジか。結構至近距離で使ったけどな。カエル君結構強いぞ。確かプレステ版 RE3 のカエル君って一撃必殺持っとった気がするけど、ズルって飲み込まれて。お、バッテリー。2マス使うとか。これも預けなあかんな。キーピックは絶対持っとかなあかんな。お、ガンパウダーか。ここはショットガンの弾にしときたいね。ショットガンの弾が2ダースもある。ある男のラブレター、ハンターシリーズ。ああ、ハンターガンマか。ハンターガンマってさっきのカエル君ではないか。なんかお持ってた。お、危ねえ。さっき戻ったらまた預けなあかんな。いや、絶対カエル君まで出てきそうな予感がする。ほらほら、まず死ねない。いっぱいあると言ってもショットガンの弾は無駄に使いたくない。しかもここの下水道結構薄暗くて分かりにくい。そりゃ抜けた。逃げよう。カエル君いるなよ。逃げよ。バイバイ。これとさっきのやつをちょっと合わせたいな。
電動自転車のバッテリーみたい。うっさー、使っちゃおう。おら、さすがに一撃で死ぬやろ。え、もしかして、バッテリー持ってこないといけない。マジっすか。せっかく2マス空いたと思ったのに。まああれだね、俺がこのバイオハザード RE2 をフライングゲットして、こうコメントですげえギャー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 言われたけど、もう大丈夫だな、発売してるし。まあそれでもね、立ちの悪いやつらはな、普通に言ってきそうだけど。あ、炸裂だ。ここはないか。あ、でもまあパック手に入れたから、まあまあいいか。今回はなんかまあイージーというか、イージーだからっていうのもあるけど、結構アイテム欄に余裕があるな。 RE2 とは違うな。あれ、これ戻るとこ、あれなんか弾があるな。ここじゃない、下か。さすがにグレランを預けよう。こっちか。あ、違う、ここ来たとこや。やべ、次どこ行くんだ。これでバッテリーさん、おさらばか。あ、おさらばやな。カルロス、聞こえる？ほ、ジェ、やっとつながった、大丈夫か。なんとか生きてる。やつ、カルロスの無線がコントローラーから聞こえる。地下鉄は準備 OK、 君が戻り次第出発だ。どこに出るんだ。うっそ、つか、なんで火炎放射器持ったん。スタート、やめてー。しかもゾンビおるやん。スタート、うわ、あった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 。武装する知能があるの。あれはどうせアンブレラがもんなんだ。落としてきたやろ、また。ん？タイプライターがあって、こっちにもタイプライターある。あ、違う、ごめんなさい。とりあえず
ずこれを預けよう。これで作れるか。焼夷弾か。焼夷弾もいいです、まあ、グレネードランチャーの弾は全ていいです。ちょっと持てるものにすっごい余裕があるからガンパウダー持っていこう。男性タフだな。うわビビった。見えてねえよこの。あーしまった。でも回復薬に余裕があるからナイフで切り刻んでやる。やっぱりナイフ攻撃明らかにレーンの方が強いな。これダメ。全員起きたよね。起きたよね。無駄にダメージを食らってしまった。あーでもまだ黄色だから使いたくない。あー戻ってちょっと1個使おう。あとハンドガンの弾持っていくか。ここアイテムないか。無駄にダメージ食らってしまった。いやでも緊急スプレーもめっちゃあるしな。まあ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 イージーだしなんとかなるっしょ。まあね、バイオハザード7、あバイオハザード5、バイオハザード7、バイオハザード RE2 とねプラチナトロフィー取ってきたから、できれば RE3 もプラチナ狙いたい。まあ、RE2 のプラチナも相当しんどかったけどな。うわ来たよ。早く上へ逃げないと。絶対戦わされるやろ。あたたたたた。来るな。こんだけ熱気あったら。ジャンプ。これ絶対二酸化炭素中毒とかになるんじゃん。お。ここで一旦休憩ができるっていうか。あ、どうしよう。武器持っていった方がいい気がする。どうしよう。グレネードランチャー行っときますか。いやーどうしよう。手榴弾、いや手榴弾は強いもんな。一応持っていく予定で一応セーブもしとこう。怖いからしつこいしね、やつは。グレ
ネードランチャーが左か、一応グレネードランチャーも撃つか。あ、絶対ここや、絶対絶対ネメシス。おい、来たー。でネメシスさんは胸の機械が弱点でネットに書いてた。いい、追跡者を倒す。ビリビリアタックしたい。来い、どっちからでもいいから来い。何やってんねん。ウィーヤー、こっちおい、ネメコ。上に掲げるな。おい、こっちや。こっちや。これ。このボンベを狙えば。うわあ、れ掲げてたわけじゃないのね。追いかけごっこやで。ハンドガンもったいないとか、弾が少ない。スタート。まだ動けるの？これ、何？嘘やろ。出た、欲しいな。これ。これなんやねんお前。最悪や。お、だが、お、やけど焼夷弾とかすげえ無駄に使わされた。嘘やろ。あ、ここムービーで見たことある。危ない危ない危ない。
すげえ下水こと言うけど、このジルって F カップぐらいあるんちゃう？すんごい下水こと言ったけど。カルロス、こちらジル、聞こえる？はっきり聞こえる。これさっき倒したっていうトロフィー取ったけど、ええ、倒したっていうトロフィーもあるから、倒せるんだろうな、ここでダメージめっちゃ与えたら。自殺行為だ。説教はやめて、ああするしかなかったの。スターズ、そうだな。それでは、ありがとう。もう地下鉄が出る。急いで戻れ。どこ？なんか階段がある。あ、ここか。あれ、下に弾がある。あ、降りれない。まあいいか、しゃあない。あれ、ゾンビー君たちいるやん。お前らこっち来いや。よし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 、こっちかもん。あ、ここあれやん、ガンショップ剣道のとこやん。あれ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 、あるいつにもあった。はい、ドーン。嫌がった。まだということは、本来はこっちの方は駐車場への道があるはずなんだけど、ないね。こっちか。あ、あったな。あ、でもやっぱ閉まってるか。あ、でもなんかあるかもしれん。あ、あるいつはここに。ハーブあるかと思ったんやけどな。あ、来てよかった。よし、オッケーオッケーオッケー。やっぱなショットガンはな、威力はそんなに強くないけど汎用性が高いしな。近距離の攻撃力が強いし。来たー、ガンショップ剣道。ここは開かないでしょ。開くんか。あ、でも鍵が、あそこにハーブがある。怪しい、お前怪しい。剣道さん、ガンショップ剣道を言うぐらいやから、嫌な予感がする。やっぱりハンドガンの弾ない、ない。あ、ハーバル。オッケー、まあ無駄に使った、まあ無駄ではないか。これは意味ある？あ、やっぱ無理か。動くな！おっと、ジルか。ケンド、無事でよかった。無事ってわけでもないが、脅かしてすまなかった。何が来るか分からなくて。無理もない。それより、地下鉄で脱出しようとしてるの。来る。地下鉄？そうか。名案だな。娘。どうしたの？娘。なんでもない。ただ、タイミングが悪くて。ああ、いや、俺は大丈夫だ。他の手を打つから。あ、やっぱり平気よね。
最高のガンスミスだもん。いや、でも無茶はしないで。無茶をするのは君の仕事だ。気をつけてな。やっぱり娘か。何？うう、どうするよ。おい、もし駅に行くんだったら店のすぐ外の通用路を通って行け。いいな。鍵は壁にかけてある。いや、さすがに捨てた方がいいやろ。待て、ある椅子でこっちに道があったよな。あー、さすがにないか。あ、やっぱり心配ない。いい子だ。あれ、でもお話的にはある椅子の方が後なのか先なのか。だってある椅子の時はもう女の子半分ゾンビみたいになっとったもんな。待て、さすがに30分過ぎたからそのセーブして、あ、まだあった。取れねえよ。あ、でもナイス。あ、一発ずつか。あ、いけた。よし、じゃあ今回はここでセーブしとこうかな。セーブあったよな。あった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 。ふう、なんとかネメシスカブロも逃げれたし、剣道小林さんとも出会えたし。はい、また次回頑張りたいと思います。よかったらコメントやフォローもよろしくお願いします。ありがとうございました。